今回ご紹介するのは歌手の山本さやかさん。1993年7月14日生まれ。出身。大阪府。身長155センチ。アイドルグループ NMB48 のキャプテンとして活躍し、NMB 時代はグラビア番長として、その D カップのお胸にお世話になりました。そんな山本さやかさんは小学校2年生の時、大阪にある音楽スクールに姉と共に入校。 小学校5年生の時に兄がギターが欲しいと言い出し、親と楽器店について行き、兄と共にギターを買ってもらったことがきっかけでギターにハマっていきます。その後バンドを結成し、2008年にソニーミュージックと契約し、メジャーデビューします。NMB48 オープニングオーディションに応募し合格、キャプテンに就任します。AKB のシングル、エブリデイカチューシャで NMB から初めて選抜されます。 NHK 連続テレビ小説朝が来たの主題歌として AKB の楽曲365日の紙飛行機が採用されそのセンターポジションに抜擢されます腕相撲が左右どちらも強く AKB の中で強いとされる大谷静香とは一勝一敗の成績ですさやねえにそんな握力で握られたら私の一物も血管ピクピクで暴発してしまいますよその後は総選挙で4位 AKB として紅白に出場するなど NMB を牽引していきます。その後 NMB を卒業しシンガーソングライターとしての道に進んでいきます。ラジオのレギュラー番組が放送開始しますが体調不良によるラジオ番組の出演見合わせが続き休養のため当面活動を休止することが発表されます。2022年3月25日体調不良が甲状腺のバランスの異常によるものであることを公表。 7月14日、活動再開について報告してます。その後は個人事務所を設立し、全国ツアーなど、精力的に行っています。音楽活動だけではなく、アラサーになった山本さやかさんの熟したグラビアも、今後は見たいですよね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。